集中、姿勢よく、周りをよく見て、丁寧に、楽しい
今日は厳選して、おお、でも多分答えれないだろうなと思うから、ちょっと初級を持ってきました。みんなでじゃあ考えよう。はい、ぜひ皆さんも考えてくださいね。じゃあまず早速1問目、はい、いきたいと思います。じゃじゃん。1枚だと切れないけど、たくさんだと切れる紙ってなんだ。はい、1枚だと切れるけど、わかんない、たくさんだと切れないんです。これ本当に初級なの？めっちゃ難しい。1枚だと切れないけど、
虫はでもそのもんですよね。え、お、お、聞こえたけど、なんで？なんで？カナとカナの答えは？答えはカナ。答えは、なか。え？カナ、やばい。なんか、ノロマになったカナ。ノロマ？ノロマ？ノロマ？
ちょっと夜夜更かしをしたんですよ。で夜更かしして、で次の日にちょっともっと早く起きようかなって思って、その夜更かしした割には早い9時とかにちょっと起きたいなって思ってたんですけど、気づいたらちょっと午後4時になってて、携帯端末、うん、
三個もあって、うわ、あ、そう。それになんかちっちゃいの、中くらいの、大きいのありました。全部。だからめっちゃびっくり。びっくりする。
だよね。なんかあれありますよね、よく自分で働いてるところの食べ物屋さんに働いたらその食べ物が嫌いになる。そんなこと全然なかったけど
の先生がそう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 合わせして、うん、絶対しないだろうけど、まあ、答えが出たら皆さんにお伝えしようと思いますね。はい、はい、じゃあそれでは最後の曲に行きたいと思います。最後の曲は明太ダンスです。最後まで一緒に盛り上がっていきましょう。それでは聴いてください、明太ダンス。Yeah.
季節を感じながら劇場公演を楽しんでいきましょうって言ったんですけど、劇場室内なのであまり感じることができなかったかもしれませんがね。2回目は特にももかちゃんの生誕祭もあるので、春を通り越して夏ぐらいたくさん盛り上がっていきましょう。はい、ももかちゃん、じゃあ2回目何か意気込みっていうか、はい、お願いします。初めての生誕祭なのですごく緊張しているんですが、ぜひ一緒にお祝いしていただけたら嬉しいです。このまま残っていきましょう。はい、そして私たちからお知らせがあるんですけれども、明日の西日本新聞さんの方でですね、 HR から少しお知らせの方を、テレビ欄の方に載せてもらってますので、ぜひ皆さんチェックしてください。よろしくお願いします。
とか、まあ、いろいろかな、ちょっとあるので。